はい、では今日は教養としての世界史、天才たちの人生図鑑に書いてある天才たちの言葉を紹介します。ルターは言いました。誰が正しいと言おうとも、自分の良心に反するのならば、それは正しくない。ミケランジェロは言いました。最大の危機は目標が高すぎて失敗することではなく、低すぎる目標を達成することなんです。コペルニクスはこう言いました。自分が何を知っているのかを知り、自分が何を知らないのかを知っていないということを知ること、それこそが真の知識なのです。マキャベリは言いました。人間というものは自分を守ってくれないものや誤りを正す力もないものに対して忠誠であることはできないのです。ダヴィンチは言いました。人間はやり通す力があるかないかによってのみ称賛または非難に値するのです。では最後です。コロンブスは言いました。0から1を作るのは難しい。1から2を作ることは優しい。はい、いかがでしたか？何か意見や質問はありますでしょうか？はい、では今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。